ショーゴとメロディーの歌仲間始まりました。エア君、はい、今日も素敵なゲストのお二人に来ていただきましたが、はい、じゃあまずは紹介してもらってもいいですか。はい、はい、いけレコードから、はい、大先輩です、うん、岡田しのぶさん、イエーイ、お願いします。イエーイ、は
はい、2回目の登場でございますか。そうですね、今日は和服で、はい、はい、ちょうどあの歌い終わりましたキャンペーンの後なので、うんうん、はい、まあ、来させてもらいました。すいません、お仕事お帰りありがとうございます、来ていただきまして。なんか着物着てますとピシッとしますね。ピシッと、はい、はい、ですね、うん、セレ役、もう一方、はい、引き続き、はい、はい、日本クラウン、うん、笛吹き桃花さん、いやー、こんな言葉でございますが、はい、笛吹さんもありがとうございます。なんつった？笛吹き桃花さんもありがとうございます。はい、いやー、もう、いや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 、またね、ねえ、目玉くん、よかったですね。よかった。あの美しいお二人にね、はい、もう目玉が飛び出すと今日は、ね、お目を背けるんですよ。ねえ、やく、はい、うん、あのね、もけさんも引き続きですが、はい、岡田さんは前回がまたちょっと僕印象がまた強くって、はい、登場のシーンとかもそうですけど、はい、まあ、作られたキャラクターということで前回はやらせていただきましたね。今回が本当のキャラクターということで、今日は上から来るんじゃないかとかなんか思ったんじゃない？あ、そうですね、うん、思ったんですけど、うん、はい、まあ、今日はね、いやいやいや、素敵な今日は、今日は、今日はあの、今日は、うん、あのミニアルバムのですね、はい、あのちょっと CM で、はい、はい、来させていただきましたので、もうしっかりと宣伝させてもらいたいと思います。今はね、はい、先ほどお仕事の帰りどちらの方でも歌われたんですか？今日はですね、はい、関根楽器さんにて、うん、はい、錦糸町の関根楽器さんでキャンペーンをやらせてもらいました、うん、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。もういいお天気でしたので、もうよかった、秋晴れでね、秋晴れで、ね、はい、そうですね。実はね、はい、先日あのイベントハウスメロディーさんで、はい、前頭三枚目さんの、バースデーライブが行われたんですよね。ああ、その時にもあのご一緒させていただいたんですけど、はい、僕はあの、まあ、正直ね、うん、あの岡田さんの、うん、歌をこう間近で聞いて、ね、ああいう風な感じで聞いたのは初めてで、うん、トークの印象がものすごく強かったわけですよ、レア君。だからもう全然ガラッとまた雰囲気が変わってびっくりしたんですけど、こう役者さんの雰囲気もありながら、やっぱりプロ歌手のこう何たるかをちょっと見せていただいたような感じで勉強になったんですけど、すごいですよね、かっこいいですよね、ギャップがかっこいい、かっこいい、かっこいい、かっこいいんですよ。なんか言いたそうだけどね。いや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 、もう本当に品のある、うん、ねえ、おっかさんとか、はい、チューチューとかなんかこの前は ね、 そうですね、言っていただいたんですけど。はい、お二人はちなみに面識は、ももちゃんとはね、もう、はい、何度かこう番組でもご一緒させていただいたりとか、はい、そうなんですよ、うん、あ、そうです、そうなんですね、はい、僕は実は、笛吹さんとは初めてなんですよ。あの、ももちゃんでいいですよ、ももちゃん。ももちゃんでいいですよ、はい。ももちゃん。なんか、ね、はい、ももちゃんでいきましょう。こっからは。はい。はい。ももちゃん。はい。はい。ありがとうございます。やくん、どうする？今日は。だからもう鼻の下が伸びて。伸びれよ。目玉くんときで鼻の下くんなっちゃう。テンションがアップしますね。いやいや、あ、なんか言ってますよ。あ、なんか言ってますよ。お水飲みますかって。お水、うん、大丈夫です、大丈夫そうです、大丈夫ですね、はい、はい、気遣いがすごいですね。でも一番喜んでるのは、うん、前頭三枚目さんですね、レア君、はい、うん、ですね、うん、なんかすいません、こんな素敵なゲストなんで、はい、今日は、はい、もういろいろ話してほしいなと思ったんですけど、はい、やっぱこうあの2回目ということで、あの鳥越あずりに出るのは初めてなんですよ。初めて、なので、うん、こちらのこう番組も見させていただいて、うん、その幻のしのぶさんの登場シーンも見たんです、私、うん、めっちゃ何回も再生しましたもん、うん、なんか意外と再生回数がめっちゃ回ってるらしいですよ。めっちゃ面白いと思って、拍手していただいてこれはもう隠しきれない、何たるかが隠しきれない、いい感じです、これですよ。ただね、今レア君にこう名前をご紹介していただいて、うん、でやっぱりこの回でも初めて見られる方もいらっしゃると思うんですよ。はい、ですよね、ちょっとちゃんとこうここはしっかり一人ずつこう、はい、あの、はい、いいですか、自己紹介、はい、じゃあ、はい、岡田さんからいいですか。はい、はいはい、定築レコードから今頑張っております。うん、今月10月18日に娘道成寺
岡田忍演歌の魅力というタイトルで初のカバーミニアルバムを発売いたしまして、今頑張っております岡田忍と申します。よろしくお願いします。いやー、カメラこっちに、はい、下ですね、すみません上のカメラも、もう一個あるのかなと思って入ってます。もうこう出てくれるだけで目線はどこでも多分大丈夫ですよ。して、はい、今年はね、恋一輪という新曲で頑張らさせていただいております、うん、はい、あのやっぱこう洋服になると、うん、獣とのイメージがもう全然違うねって、うん、だから気づかれないことが多いんですよ。いいのか悪いのか分かんないですけど、はい、うん、まあ、でもやっぱりこう白目さんもそうですけど、やっぱ着物を着るとやっぱこう ね、 そうですね、気が引き締まるので、そうですね、そうそうそう、ももちゃんかお髪が今短いですけど、短いけどなんとかなっちゃうんですよ、それが、ちゃんとアップ、ちょっとそうなんですよ、まあ、あのいろんな技をね身につけて、はい、そっか、髪型がねがらりと変わるから気づかれないというのもありますね。そうか、ドレスが、僕はねまだこう動画とか画像では拝見させてはいただいたんですけど、生でやっぱ着物姿っていうのはまだね今回初だったので、それもまたちょっと先々で、生でお着物姿だけ大きくなる、ええやくん、エッチなこと考えてはなかろうね、いかんよ、ほらレイヤー、目玉くんちょっと大丈夫、今日興奮しちゃってるんですよ、すいません目玉くん、すいません目玉くん、すいません目玉くん、申し訳ございません。まあね、初対面ということでね、ね、今日はだからもう僕もレイヤ君もちょっとテンションがかなりもうアップしておりますので、もうどうなるこうなるかわかんないですけど、もうぜひお付き合いしていただけるとこちらこそです、楽しく、はい、お願いします。そしてこの回もまた引き続きご視聴してくださる方々も本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。いやまたねこう2回目3回目とねこう続いていけるようにしたいので、はい、よろしくお願いします、はい、頑張ってますね翔吾さん、今日はすごいです、はい、あのこの盛り上げるためには、はい、皆様からのメッセージとかも募集してるんですよね。そうなんですよ、あーはい、早くお願いしてもいいですか。はい、はい、ね、こちら X お X ですね、あえあ青マーク出てこなくなっちゃった英語が、アットマーク AZPANFM アズパン FM 鳥越あずり FM のアカウントに DM ください。そしてツイッターじゃなくて X がないよという方はですね、ファックスあります、東京0358294815、東京0358294815までお願いいたします。お願いします。そしてエア君、コメントで言えば、はい、先ほどね沖田まさみさんの番組でも、はい、こうクイズを出して、いただいた方がいるんですけど、名前がちぎやさん、ちぎやさんでございますね、はい、そのクイズがですね、うん、はい、やっぱり最初から読んだ方がいいですね。そうですね、そうですね、はい、人間の世界は男と女、動物の世界はオスとメス、植物の世界はおしべとめしべ、はい、では植物の世界の中のこう、なんていうんですかね、樹木、樹木で浅草のこう浅草寺を守ったという歴史的に見直された価値ある樹木は、こうもしオスの木には果実は実らないですよという、うん、ことなんですけど、はい、そのね、うん、歴史的なその木の、うん、何かという、うん、何か、もう答えはね実は出てるんですけど、こう何だと思います？答え知ってるんですよ私、うん、あ、もう知ってますか？だから清水さんに答えてるんですよ、はいはい、木の名前、はい、ヒントはなんか結構秋に、はい、うん、目に入ってくる。そうですね、秋といえば、もみじ、もみじ、お惜しい、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 そんな目で言われますすごい、もうちょっと、もうちょっとあの黄色的な、黄色的なイメージ、イチョウ、素晴らしい、見えるんですよ、あのスタジオから、本当に見えます、ちょうどございますが、ちなみに沖田さんは正解しておりました、はい、そうなんですよ、沖田さん見ていらっしゃいますかね貴重だそうです、沖田さんの言葉もありがとう、うん、
楽しみにしてますっていうね、はいということなので、ぜひこういう感じで、はい、コメントももうライブなので、ぜひ送っていただけると嬉しいよね、よろしくお願いいたします。はい、はい、そしてちょっと曲の方にも行きたいなと思うのですが、まずは、笛吹ももかさんの曲をれいやくん紹介いいでしょうか。はい、はい、小雪のふるさと、はい、作曲が笛吹ももかさんでーす、はい、どうぞ、どうぞ。新曲のカップリング曲なんですけど、うん、ドイツで、洋装で撮っていただきました。またガラッと変わっていますね、はい、ありがとうございます。素敵です、本当に。いやいやいや、あのね、こう、うん、歌が流れてる間にも、うん、こうみんなで話してるんですけど、うん、これ言ったらいけない、あれ言ったらいけないみたいな、こう盛り上がってるんですけどね。なんか私をお笑いに誘おうというですね、ある方のね、そういったそのなんていうか、やめていただきたい。なんかでもね、はい、あのね、今日はね、特別になんかこう、この4人以外にもなんかこう、なんか天から声が降ってくるらしいんですよ、うん、はい、天ならいいんですけど、うん、なんか地獄じゃないかなって、ね、なんか下から来るかもしれない。試しになんか聞いてみましょうか、うん、天の声さん、はい、わなんか今起きたばっかりみたいな感じですね。ちょっとまだ眠そうな感じでした。もしかしたら天の声さんにはこのね、番組しか聞かれないようなこう不思議な質問とかがあるかもしれないので、うんうん、こうちょっと見ていただける方々は、うん、楽しみにしてほしいなと思いますね、はい、まあ、どんな質問が来るのか。レイヤ君、はい、楽しみですね。レイヤ君は例えばこのお二人とは、はい、もう笛吹さんとも、もう岡田さんともそうですけど、はい、面識はあるわけですよね。もう一度桃香、はい、さんとはご一緒させていただきまして、はい、うん、はい、忍さんとはもう本当に初めましてですね。初めましてなんです、はい、あ、はい、そうなんですよ。うん、初めまして。嘘つき。お、なんでそんな、なんでそんな初めましてなんて。そうですね。もうレイヤ君とはもう前から、うん、レイヤ君がデビューする前からよく知ってるんです。あ、まあそうなんですよ。あの福井県で、僕の師匠の半蔵さんのライブの時に、あのゲストが岡田忍さんで、はい、僕はあの付き人で一緒に、そうだったです。初々、はい、しくてすごく可愛らしい男の子がいると思ったら蓮也くんですね、今も。あ、そういう印象だったわけですね、はい、今とはね、もう蓮也くんは初めてその岡田さんを見た時はどんな感じだったんですか。おー、あ、いやいやいや、やめろ。地獄の声や、地
地響きみたいな声が今レイ言った今言ったいや心の心の声なんて言ったらダメよ怒られるよ。いやいやでも最初本当お会いした時は、うん、なんかすごいなんかもう、うん、ギャルみたいな服装で、うん、そうだったっけ、はい、何この人みたいな今このおおって言われた今このおお姉さんお姉さ ん, 姉さん何このお姉さんただね、うん、先ほどもこうお伝えしたようにこう岡田さんと笛吹さんも、うん、以前お会いしてると、うん、お互いの印象とかもしよければこの番組聞いてもいいですか。ぶっちゃけ話を、うん、ぶっちゃけ話ぶっちゃけ話を、はいうん、どうですか、私ももちゃん、うん、なんて言うんだろう、うん、もっと、うん、なんかこうどっちかっていうと、うんうん、なんか気になるなんだちょっときつめな方なのかなっていう印象があったんですけど、よく言われます。うん、結構冷たそうとか、うん、ちょっと気が強いようなってこと、そっち系に思ったんですけど、ふんみたいな、そう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 、よく言われます。そうだって全然お会いしたら全然、それはなんか昔こうちょっと悪い感じのこうかっこいい感じのだったわけでは、多分多分済ませてる顔、うん、が多分、はい、そんな感じに見えるのかもしれないです。あ、ちょっとクールな感じ、うん、ってこと。でもね、うん、私ファンの方にも、うん、クールキャラですよねって言われるんですけど、うん、でも違うんですよ違う全然クールじゃないの私、うん、っていうのは多分しのぶさんは分かってくださってるはずです、はい、でもかっこいい、どこかかっこいい、どこかももちゃんって、いいですね、かっこいい感じですね、はい、ちなみにももちゃんは、ももちゃんは、うん、もうしのぶさんはもうイメージもかっこいいから始まって、うん、で、共通してるほら、リーちゃん、あ、そうです、共通してる友達がいて、お話伺ってたんですよ、うん、だからもうかっこいいお姉さん、姉御花みたいな、こうもうイメージと、姉御花だな、そう、でもお会いしてやっぱかっこいいですし、うん、でもなんかちょっとこの間の登場シーンを見るとちょっとお茶目があるみたいな、うん、ちょっとお茶目が入って、番組的にもやらされた感がありまして、うん、こう作られたキャラといいますか、そうですね、このプロデューサーがね、プロデューサーがいけないんですよねえの前頭さんっていう方ですか、ね、前頭さんね、また今頃ねどっかで聞いてるかもしれないですけどね、はい、うん、はい、ということで、はい、はい、目玉くん、はい、次の曲はご自身の目玉くんの、はい、この歌は2017年に、はい、CD でこうリリースさせていただいたんですけど、はい、演歌でございますね、縁起のいい、夫婦の演歌でございます。目音を大量船聴いてください、お願いします。
よかった。やくん、なんか、はい、そして、ちぎらさん、8枚目、ありがとうございます。ありがとうございます。あと2枚、あと2枚、あと2枚。ノルマ、あと2枚。鳥越あずうり、南安様、うん、本日10月23日月曜日午後2時からは、笛吹桃子さんに加え、群馬県を代表する、演歌歌手、岡田忍さんの登場ですね。はい。笛吹桃子さんとは、未だお会いしていませんが、はい、岡田忍さんとは、河野巣駅前でのエルミさんでお会いしまして、2、3後とお話ししましたと、もちろん CD も購入して岡田忍さんと写真も撮らせていただきましたよ。ありがとうございます。さらにですね、ちぎりんは岡田さんと同じ群馬県出身で、はい、群馬県出身だそうです。覚えてますよ、ちゃんと。ちぎらさん、ありがとうございます。あの時お話しさせてもらって、はい、きちんと覚えてます。はい、嬉しいですね。はい、嬉しいですね。ちぎらさん、あとちぎりん、あと2枚ノルマがね、まだそしてそして、あの、僕ずっとこう気になってるんですけど、この、この CD、あ、うん、こちら、はい、はい、そうなんです。あの18日に、今月の18日に発売したカバーミニアルバムなんですけど大丈夫、大丈夫、大丈夫、カバーミニアルバム、はい、ご縁ありまして、市川由紀乃さんの10代後半から20代前半に発売された曲を、岡田忍がカバーさせてもらったということで、6曲、ミニアルバムなので6曲なんですけど、はい、あの、その中にですね、男歌、女歌といろいろなバリエーションを、あの、変えまして、お聞きいただく方が飽きないように、そんな、あの、はい、いろんな歌を収録しておりますので、よかったらセリフ入りの歌も入っております。はい、
応援してください。お得意のね、それぞれの、はい、ちなみにおいくらでしょうか。あ、こちらのCD は税込みで2500円です。はい、いいね、お得ですね。お得です。はい、はい、レコード会社はどちらでしょうか。デイチクエンターテイメントです。はい、ありがとうございます。買ってください。はい、オンラインショップでもやってます。あの、買えますので、定築のオンラインショップ、はい、ネットから買えます。はい、ぜひ、ね、こちら、はい、ご購入していただければ大変嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということでですね、うん、そんなもう大先輩の岡田忍さんと僕がコラボしてる、はい、師匠の半蔵さんと、そして桐淳子さんのこの唇の花という曲なんですけど、うん、こちらを、先日ですね、しのぶさんのお母様のお店に、群馬県のお店に、キャンペーンを、ね、はい、やらせていただいたんですけど、その時の映像をご覧ください。唇の花。Okay.
ありますね。本当にね、いい歌ですよね。いい歌ですよね。素晴らしい。あの絶妙なハーモニーが ね、男性の方が難しいですよね、あれ。あ、難しい、ね、ちょっとハーモニーがありますもんね。はい、来ていただきましたありがとうございます、はい、ここでね、はい、あの今日はたくさん告知があるんですよ、はい、コメントからいく、そうですね、コメントからいきましょうか、はい、いちごちゃんありがとうございます、ありがとうございます。まさみさん帰ったらやたら元気な感じがする男子2人それあのやっぱり先輩の番組なんで、うん、もう本当上手いんですよ、うん、やっぱりこう、うん、胸を借りるというか、うん、もう安心して身を委ねられるというかね、うん、なのでここはもうかなりこうちょっとね、うん、なんかここはガキ心が出てるというかね、はい、なんかだからめちゃめちゃになっちゃうなんか心配だなと思って、はい、でもやっぱゲストが素敵なので、うん、もうそれでカバーしておりますなんかまとめてやってます、はい、そして皆さんは今年の新米もう食べましたかって、私は栗ご飯にして食べました。美味しそう食べましたよ、新米食べました。秋の、私まだ、うん、まだですか、まだ食べなきゃ、うん、食べなきゃ残っておりますが、目玉くんは僕もまだ食べてないです。食べてないですよねなんか一人だけなのかなと思って、さすが予知能力がある感じです ね、合わせてない、合わせてないです、大丈夫です大丈夫です、ね、はい、あのね、本当にもうこの番組、はい、今日はね、またちょっとトークの時間が今日多いんですけど、はい、ただ告知も、はい、たくさんこう素敵なこうイベントも、はい、あるので、はい、その辺のこともちょっと今日は、紹介させていただければなと思いますね、はいはい、まずは、はい、まずは、うん、はい、10月28日ですね、はい、第27回カラオケ大会、こちら毎年森のホール、千葉県松戸市の森のホールでグランドチャンピオン大会、うん、イベントハウスメロディーのグランドチャンピオン大会をやってるんですけど、その予選会ということで第27回カラオケ大会でございます。10月27 28日土曜日、10時半会場、11時開始、出場料が5000円で、フルコーラスで審査です。カラオケダム仕様です。見学者様は2000円で、出場者様も見学者様も軽食付き、ソフトドリンク飲み放題付きでございます。もちろん予選会でも賞金が出ますので、こちら、はい、ぜひ25日あさってまでですね、はい、ぜひ出場よろしくお願いいたします。はい、続きましてはその日ですね、その日の午後からは第1回デュエットカラオケ大会ということで、こちらもイベントハウスメロディーで行います。2時半会場、3時開始、出場料が6000円で、見学者様は1人2000円になっておりますということで、デュエットだから1人3000円っていう感じですかね、お二人で出ればね、はい、3000円っていう感じで、まあ合わせて6000円っていう感じですけども、こちらも賞金出ます。1、2万円、はい、2万円も出ますね。こちらも26日までぜひよろしくお願いいたします。はい、そして11月2日木曜日は、はやぶさとしひで&シーバード生バンドジャズ演奏ということで、こちらのジャズ演奏って書いてある、はい、こちらね、イベントハウスメロディーでは定期的に第1木曜日、毎月第1木曜日では、はやぶさ先生が生バンド演奏やってるんですけども、こちらのね、今月じゃなくて来月もあります。6時半会場で7時開演です。2000円で見れます。ソフトドリンク1杯ついてます。ぜひよろしくお願いします。はい、そんなはやぶさとしひで&シーバードさんのね、生バンド演奏生歌歌謡祭ということで、こちら11月12日日曜日、11時会場、11時半開演で2500円で見れます。で、歌いたい、この生バンドで歌いたいよという方はプラス1000円で歌えます。3500円ですね。そして軽食ついて、ソフトドリンク飲み放題もついて、はい、3500円で生バンドで歌えるというこのイベントになっております。こちらね、目玉です。はい続きましては、はい、水木優さんと歌仲間ということで、こちらね、11月26日日曜日です。11時会場、11時半開演、チケットは4500円で見れます。そして一般歌唱はプラス1000円で2コーラスです。お弁当付き、ソフトドリンク飲み放題で、水木優さん、そして安田健さん、山脇泉さん、そして私高山玲也が歌と司会を務めます。ぜひよろしくお願いいたします
以上です。はい。はい、ちなみに お二人は何か告知とかは大丈夫ですか？はい。じゃあまず。はい。11月の25日に私のふるさとの群馬県は高崎駅東口の目の前ですけども、エテルナ高崎という、結婚式場にて岡田忍新曲発表ディナーショーを行います。はい、ありがとうございます。で18時から、はい、20時まで あのコース料理でお一人様ステーキなど出ますので、はい、詳しくはホームページの方を見ていただければと思います。よろしくお願いします。お願いいたします、はい、以上で大丈夫ですか？はい、もう一つですね、11月30日に代々木上原欅ホールにてザ・令和ライブということで、私岡田忍と森山愛子さん、井出光ひとみさん、木村哲司さん、この4人でお送りいたします。こちらもホームページの方に載っておりますので、よかったらお問い合わせください。お願いします。はい、画面まで。そして、上吹ももちゃん、なんで今笑ったんですか？なんかもうね、はい、いい感じにね、馴染んで、はい、笛引きももちゃんは、はい、資料をお願いします。はい、お願いします。はい、笑顔につなぐコンサートから、うん、はい、大丈夫ですかね。はい、笑顔でつなぐコンサートというものをですね、真忍さんの、ご出身地でもあります群馬県の、前橋市ですね。はい、で素敵な先輩方々と歌わせていただくんですけど、この日あのカバー曲とかも歌わせていただいて、結構こう3部構成で、あのこう衣装とかも変えながら歌っていくので、こう結構こう楽しめる感じかなと、そんなコンサートでございますので、こちらも詳しくは私のブログとかぜひ見ていただいて、ぜひあのお問い合わせお待ちしております。お願いします。あともう一つ、はい、じゃじゃーん、おお、はい、笛引き桃花を応援する会パート3ということで、これ毎年ですね、青山の松間博子先輩のお店さんで、開催させていただいてるんですけれども、来年の2月の12日の月曜日振り替え休日なんですが、お食事を食べながら、そしてあの抽選会みたいなのもあるので、結構あの楽しめて、あの皆さんにお帰りいただけるようなたっぷりの内容となっておりますので、ぜひよかったら、お運びいただけたら嬉しいです。お待ちしております。お願いします。お願いします。ここで、はい、エリア君、コマーシャルの方に行きたいんですけど、はい、いいですか、ご紹介してもらって。はい、はい、イベントハウスメロディーと安田建設伊豆の総裁の CM をご覧ください。どうぞ。
安田建設が選ばれる理由。安田建設は設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工。鉄鋼製作工場は国土交通省の R グレー工場に認定。安田建設は職人集団、技術にこだわる職人気質。社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。安田建設はコストパフォーマンスの良い仕事をします。安田建設グループのファースト建材から資材の中間マージンをカット。質を落とさずお客様の利益に貢献します。早い安いうまいですか、まあ、それが基本として、まあ、安田に頼んで、まあ、よかったと。保育園、まあ、老人ホーム、まあ、病院、今、まあ、お寺ですけども作ったり、まあ、霊園をやって墓石なんかもやってます、まあ、よく俗に言うゆりかごから墓場まで。たくさんの人たちに愛されるまちづくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。伊豆の総裁は松戸市、柏市、統括エリアを中心に東京都区内等でご葬儀葬送のお手伝いを受けたまわります。病院や施設、ご自宅へのご搬送、安心の自社冷蔵ご安置施設を管理、個人様とのご対面スペースでゆっくりお別れしていただけます。エンバーミング、海洋散骨、任意後見人等のご案内、ご葬儀に関することはまず伊豆の総裁へご相談ください。はい、ありがとうございます。はい、もうね、番組も残る 1,2 分になりましたが、はい、この 1,2 分の間に、はい、ぜひね、こう聞きたいことがございます、はい、先ほどカラオケ大会のイベントがありましたね、はい、お二人は、はい、プロになる前はカラオケ大会をこうずっと出る、はい、ミレイカもそうですけど、はい、こうやっぱ歌番組ということで聞いていただける方々に、はい、歌のワンポイントアドバイス、はい、こういうところをこうしてほしいというのがあったらぜひ教えて、はいはい、あ、そうですね、はい、いや私大会ですとやっぱり言葉をはっきり鮮明にというのをすごい心がけた方がいいのかなって自分は思って歌ってきたんですけど、すごい上がり症なので、もう大好きなおばあちゃんをがいるとそこに思って歌いました。そうすると緊張しなくていつもな感じの歌が歌えたかなと。そういう好きな人を思ったらどうでしょうか、皆さん。はい、はい、素晴らしい。ももちゃん、私はもう数ですかね。もう何度も歌って 120% ぐらいにしておいて、うん、でもう100出せるかみたいな、うん、練習、練習だ、もうひたすら練習、練習に勝るものはないです。はい、そうですね、継続は力なり、はい、そうですね、天才なしなんとか、なんとか、はい、確かに、ね、そしてね、ただね、ここで終わりじゃない、レイヤ君、次の番組も、はい、そうです、レイヤのラブメロディー、こうまたその時にたっぷりお二人に、はい、お話聞きたいなと思いますが、はい、お二人ともまずはね、ショーゴとメロディーの歌仲間ゲスト出演本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます。レア君もいつもありがとうございます。いやー、目玉ビーム。さあ、引き続き見てください、お願いします。素敵なゲストです。ありがとうございました。イエーイ。